さん、はい、11ラウンドですが、10ラウンド終了間際に左が出ましたね、はいはい、あれがカウンターになって足に来てますね、ダブ効いてますよ、はい、ダグアップしてますね、はい、工藤チャンスです、ゴンザレス意識朦朧としています、まだ意識が十分には回復してない感じがあります、勝負は分かんないもんですね、はい、工藤さん、はい、どうやさん、はい、どうやさん、ゴンザレスコーナーですが、はい、お前は世界タイトルマッチを戦っているんだろう、目を覚ませという指示を出してます、目を覚ませという指示ですか、はい、そうです、はい、さあ工藤にとりましてはチャンスです、共に疲れています、ゴンザレスもほら、あ、ちょっと今フラッシュしました、パンチを受けたわけではありません、足がもつれています、ゴンザレス、工藤行け、工藤チャンス、ボディーブロー、工藤のボディーブロー、一転して工藤がチャンスを迎えました、ミスト、そうですね、9ラウンドの後半のですね、あのジャブがだいぶ効いてますね、はい、はい、工藤頑張れ、ピンチの後にチャンスが来ました、先ほどはチャンスの後にピンチがありました、しかしその後また工藤がチャンスをものにすることができますか、本当ですね、はい、いい試合ですね、世界ジュニアミドル級タイトルマッチ大試合です、工藤にとりましてはおそらく一番いい試合でしょう、左ふらついた、やっと立っています、はい、やっと立っています、工藤はですね、尽くして工藤が攻める、しばらくこの工藤の攻撃をご覧ください、工藤はですね、はい、グローブの上からでもいいですからね、はい、軽くともいいからパンチを出すべきですね、はい、だんだん効いてきますから、そうですね、はい、ワン・ツー、工藤チャンスです、なんとか、しかし工藤も疲れてますね、はい、まあこんなところはウィービングなんかはですね、挑戦者ゴンザレスもうまいことはうまいですけどね、はい、はい、手に汗を握る熱戦になりました、まさに死闘、工藤左、右から左、工藤攻めます、工藤チャンス、工藤行け、今度は反対にですね、はい、ゴンザレスが足を使えなくなりましたね、足が、はい、痙攣しているような感じがありますね、はい、どうですか、石橋さん、痙攣してます、ゴンザレスの足、はい、足が痙攣しています、ゴンザレス、工藤 KO チャンス、頑張ってほしい工藤、しかし工藤もかなりスタミナを消耗しています、気力と気力の戦いになりました、大試合だ、工藤にとりましても最高の試合、これが11ラウンド終わりました、このラウンドガッツ石松さんの再戦10対9、逆に工藤が取りました、さあ石松さん、はい、採点の方はかなり石松さんの採点でも微妙なんですがね、はい、11ラウンド終わってですね、はい、ゴンザレスの方が、石松さんの採点では貯金が1つありますか、そうですか、はい、1ポイントリードを奪ってますね、はい、はいはい、あかなりもうずらついてますね、はい、全員を統一してるんでしょうか、はい、意識が朦朧としています、もう無用の両者みたいですね、はい、あるいはこのラウンド KO があるかもしれません、はい、これ倒る、最後まで試合をしてなかった、はい、やっぱり工藤としては楽しかったですね、はい、
は絶対必要ですね、ボクシングは。はい、はい、12ラウンド、ゴング早々9秒です、はい、ゴンザレス側からタオルが投げ込まれます。